勝ち負けにこだわらずにもう 100% 出し切ろう。試合よりもすごい練習をどうやって取り組むかっていうのを大事にしてて、試合がいつも怖かったんですね。楽しみって思うことはほとんどなくて、続いてのトークテーマはこちらです。戦う心構えの作り方ということで、こちらをテーマに話していきましょう。これってすごいやっぱり重要なことだなと思うんですけど、いかがでしょう。自分が大切にしているその戦う心構えとしては、試合よりもすごい練習をどうする、どうやって取り組むかっていうのを大事にしてて、そういう日々の積み重ねが本当試合の心っていう時にこう負けない心に、戦う心になるのかなっていうふうに自分は思っているので、そこはこれからも大事にしていきたいと思ってます。大山さんいかがでしょう、万内さんの発言を受けて。やっぱり普段の練習から試合と同じような緊張感を持ってやっておくことってすごく大事だっていうのはみんなわかるんですけど、簡単なことじゃないですよね。やっぱりね、人間ちょっと楽な方にどうしても行ってしまいたい時もありますし、それを多分キャプテンとして空気作りすごく頑張ってらっしゃるんだろうなと思って、すごく毎日毎日自分をこう律しながら頑張ってるんだろうなっていうのが伝わってきました。宮浦選手はこう戦う時のこの気持ちの作り方、どういうふうなことされてますか。まあ、相手のこうデータとかもいろいろあるんですけど、とにかくその試合でこう自分の持ってるものをもう 100% をとにかくもう出し切るってところをもう常に毎試合毎試合意識して、ね、どっちに偏りすぎてもダメですよね、うん、でもこう結果じゃなくってこう自分のパフォーマンスを全部出し切ろうっていうところにこう目標を置いてるのがいいなと思いました、うん、絶対勝とうとかではなくって全部自分のやってきたこと出し切れるようにっていうところがやっぱさすがだなと思いましたね。私はそう精神的に強い方ではなかったので、試合がいつも怖かったんですね。楽しみって思うことはほとんどなくて、怖くて怖くて仕方がなかったんです。でそれをその怖さから逃げないっていうこと、怖さを受け入れることを意識してました。怖さをごまかそうとした時期もあったんです、うん、ちょっと笑顔を作ってみたりとか、チームメイトと話をしてみたりとか、でもそれだと自分のパフォーマンスも出なかったりとか、なんか違うなっていうのがあったので、もう怖いなら怖いっていうのを受け止めてコートに立つっていうことをやってました。ごまかさないことが大事かなとは思います。なるほど。で実際多分本当怖いっていう気持ちを抱えるのはそれだけ欠けてるって証拠だと思うんですよね。聞けば聞くほどもう気持ちの部分ってすごい大きいんだなって。でもそれを補い合えるのがまたチームメイトだったりするんですよね。万代さんいかがですか。自分の中ではこうコートはその6人だけなんですけど、こう途中でメンバーチェンジで入ってくるピンチの子だったり控えの子だったりこうっていうのが結構つくばはあるので、その中でこうチーム全員で戦ってる意識とかがすごく上がるのと、こうここ一本もう一本欲しいっていうところでこうその控えの選手の活躍によってもう一段階こう攻め込めるっていうのはすごい、ムードが変わるっていうのはすごい感じてます。やっぱりそのバレーボールっていうのはすごく流れのスポーツで、試合中に点決めて思い切って走ってくれる子とか、ギャラリーからの応援もすごく頑張ってくれる子とかがいて、まあ、そういうところでこう流れがこうこっちに引き寄せられてると思うんで、こうムードメーカーっていう存在はもうとてもチームスポーツにおいて重要な存在だって感じました、はい。大山さん、バレーの代表の試合のね、国際大会なんかを見てると必ずと言っていいほどシンデレラボーイ、シンデレラガールが出てくるわけじゃないですか。これが今2人が話してくれてることだったりするんですかね。これで言うとあのロンドンオリンピックの中道ですよね。絶対的な竹下さんがいて、うん、
なかなかコートに立てなかったけど、本当にね、あの子真面目でいい子で、うん、で中国戦準々決勝最後ジュースの子を競った時にサービスエース2本で勝ってるんですよ、うん、中道の、うん、いや、やっぱ報われるんだなって。いや、もうちょっと聞いててうるうるくるね、うん、同じセッターだしね、すごい気持ちわかると思うけど、あ、ね、なかなか試合に自分が出られない中でね、腐らず努力し続けるってなかなかね、チームスポーツとはいえ、だから本当に一人一人の心構えだけじゃなくて、チームみんなが同じ戦う心構えでいるっていうことが強いチームだったりするんでしょうかね。うん、アップゾーンで一生懸命声を出しながら応援してたりとか、いつ出番が来てもいいように準備してる選手だとか、そういう選手のこともちょっと見てもらえると嬉しいですね。教えて質問コーナーということで、でサーブのことを私に聞くかと思って今聞いてたんですけど綺麗になられたっていうか、すごいなんかずっと綺麗だから、もともとになりたかったんです。